ちは、こんばんは、ゲームボーイ、こうです。スパクラの育成シミュレーションカルチュリットは始めていきましょう。メソレ内戦ですね、ほい。ここにやられております。しっかり勝ちに行きます。どんどん潰していきます。ここまでいた。まだピーチ、危ない。おお、クリアしていきます。だからピーチは続く。突進してくる。2分多いんだ。反則ギリギリの強さが、うん、何やってんだ。ですか、うん、余計なものは失点を招く。あー、スキューキャッチ。あー、なんかボール的にボールが当たってしまいますね。おーっと、ピンチだ。このゲーム、失点を招く。コーナーキック入ってしまった。ないと。なんていう敵地で2対3とボコボコにやられました。瞑想で那覇前半終了です。
きだった。チャンス、このキックを手に入れました。祈り、え、何、おーっと、ピンチだ。絶望的。しかも僕ら天使ピンチでしたね。疲れてるくらい。恐ろしきメソレナハ。後ろクロスリング、このゴール、ゴールの中へ。優勝かなり厳しくなっちゃいますからね。ここで負けたら。さあクロスリングチャンス。ああ、強い。力がなかった。もうちょっと待って打った方が良かった。答え当たりに遅れるとそれだけ負荷が増えますからね。うっ、残り10分。ここでフライス行かそうです。慎重に決めてほしい。決まったな。ノースシュート、ナイス、先に決めました。さあまだ勝てるチャンスが出てきた。ん？何？どうした？ミキウェンス怪我で壊れていきます。答えは変わるのかな。ありますね。これは荒れる試合だ。おーっと、さあアディショナルタイム2分、最後も攻撃になりそう。あ、ダメだ。どうだ、試合終了。逃れました。何度か作りましたが、もうここに流れていきますね。深かったここのシーンは。次に襲いかかる演奏の中の攻撃。ここでコーナーキックになってしまって乗り切られません。見てください先生、2人いきなり変えて点を繰り返していきますが、ナイス、緑特に
材となってます。そしてそのこぼれ球をマノが繋いで、マノが完全守備を隙を作れた。一気に前行ってましたからね。24分反撃開始。ゲームで完全にヘディングです。これはクラブの試合。そして39秒、そしてクライス、これ慎重に決めました。そしてアフリ試合100レース担当で運ばれてしまいます。感じが悪い。そう感想としてますが、14本、枠内が8本、圧倒的な破壊力ですね。はい、課題追加です。マスオさん勝っちゃったか。これで5点差、あと5試合なのでかなり厳しくなりましたね。主力選手出なくていいから、ここで強化してっていうことかな。東京ですからね、強いです。絶対負けられない。さあ、スパカップ決勝まで。でもサッカーが熱いということで、今回は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にお寄せ記載します。よろしければご覧いただければと思います。ぜひお願いします。プレイリストの URL をぜひ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でこうでした。